今年は1月27日公開の映画、レジェンドバタフライ4月クールにフジテレビの月給ドラマ、風間君か、表情玲、でそれぞれ主演を務め、それに関連して多くのバラエティ番組で番宣を行っていた木村拓也、50。そんな木村だが、今年の年末以降も積極的にバラエティ番組に出演する可能性が高いという。8月3日発売の週刊文春。 文芸春秋では木村さんが2024年正月に、今日の2を連続スペシャルドラマが放送されること、さらに、来年4月クールにはテレビ朝日木曜9時枠で主演ドラマが控えていることが報じられました。木村さんは主演作の番宣を精力的に行うタイプのタレントですから、年末は富士、来春にはテレ朝の多くの番組に顔を見せることでしょうね。制作会社関係者。 一方、日テレではコロナ禍により2021年2月放送会。開催は2020年12月。お最後に休止状態だった人気特番が4年ぶりに帰ってくる。萩本欽一、82、と新しい地図の香取慎吾、46、金ちゃん香取慎吾の第99回全日本仮想大賞、日本テレビ系、が12月24日に開催。 来年放送されることが発表されたのだ。みんなの声に乗せられて、もう一人の金ちゃんが、動け。と言い出した。これ、面白い、楽しくなってきちゃったよ、萩本。みんな、やったよ、金ちゃんが動き出しました。笑顔あふれる、仮想大将お楽しみに、かとり、と、それぞれコメントを寄せている。コロナ禍に加えて、萩本さんの高齢化などもあり不安視されていましたが、 仮想大賞は、日テレがどうしてもやりたかった。かなり熱心に萩本さんにオファーをして、実現に至ったようです。高視聴率の鉄板コンテンツですからね、地上派の人気番組に姿を見せる香取さんへの期待の声も多いですよね。このところ元スマップのメンバーがテレビで大活躍していますが、今後もそれは続きそうです。全道2019年7月、カト 草薙強し、49、稲垣五郎、49、ラモとスマック3人のテレビ出演に圧力をかけた疑いがあるとして厚生取引委員会がジャニーズ事務所を注意してからというもの、徐々にだがテレビの仕事が戻りつつあった。特に対処時の圧力から今でもジャニーズ事務所の上層部と関係が悪いと言われている香取も、前述の仮想対象、だけでなく、 今年8月18日放送の音楽番組シャープバズリズム02ではおよそ8年ぶりに日テレで歌を披露する。草薙さんは今年10月クールから放送予定のシュリさん32主演の NHK 連続テレビ小説ブギウギに主人公の音楽の師匠というメイン級のポジションで出演します。稲垣さんは8月18日に 本当にあった怖い話夏の特別編2023富士テレビ系が控えています。稲垣さんも今沌、バラエティ番組で目にする機会が増えるかもしれません。前室の制作会社関係者。稲垣は11月10日に荒垣結衣35とのダブル主演映画、小翼の公開が控えている。その告知ではテレビでの稼働も多くあるだろう。ちなみに、 情報解禁の時点で、ダブル、ラッキー、の共演。というキャッチーな見出しで報じるメディアが多かったので、これがネタにされる可能性もありそうだ。新しい地図、はグループでの活動も絶好調だ。2022年4月から続く新しい地図のレギュラー冠番組、悪い子集まれ、E テレ、は、8月19日に夏休み SP が控えている。 通常放送は30分だが、出川哲朗、59、や爆笑問題、太田光、58、らをゲストに、60分放送される。また、テレビではなくネット番組だが、看番組、7.2新しい別の窓、ABEMA は今年10月以降、月1回、7.2時間の生配信番組、から、週1の72分番組、エとリニューアル。 一度の放送時間は減ったが、毎週活躍が楽しめるようになるのだ。そして、中井正宏さん、50、は4月30日から、松本中井、富士テレビ系、がレギュラー化。毎週、長豪華ゲストが出演し話題になっていますよね。中井さんは昨年11月から今年1月にかけて体調不良で芸能活動を休止していたことを考えると、 今は本当に絶好調です。ただ、元スマップがテレビの仕事で引っ張りだこと言うのは、どうしてもスマップに続く存在が出てこないんだなぁ、という感じもしますね、全道解散前のスマップは、国民的グループ、と称されてきた。ジャニーズの後輩、キスマイフット2は特にスマップの寵愛を受けていたグループだったが、キスマイの藤ヶ谷大介、36。 は7月1日放送のラジオ、藤ヶ谷大輔ピースフルデイズ、日本放送、で、今まで言わずにいたけど、お前がユんかいってなるかもしれないけど、スマップ再結成どこかでって思ってますよ。スマップは必要ですよ。今の日本には、世界に張って、と、熱く語っていたこともある。また、キングプリンスが国民的グループになるポテンシャルを秘めていましたが、 今年5月22日に平野翔さん26、岸優太さん27、神宮寺優太さん25が脱退。長瀬連さん24と高橋海人さん24の2人組ユニットになってしまい、大幅な方向転換を余儀なくされました。ワイドショー関係者。ジャニーズでは他に冠無理バラエティ番組、それスノーマンにやらせてください。 TBS 系が今年4月28日からゴールデン帯に昇格したスノーマンが頭角を表しつつあるが、裏番組の沸騰ワード10、日本テレビ系や2時間 SP で放送時間が変わる場合は、ミュージックステーション、テレビ朝日系に押されてしまうことも多く、まだ格好たる地位は築けていない状況だ。TBS は、それスの、オをスマップの冠無理番組、 スマップかけるスマップ、フジテレビ系のような人気番組にしたいと考えていると言われています。ただ、スマップと比べられるかというと、まだまだですよね。8月4日には、国連人権理事会によるジャニー北川氏、去年87の加害問題も絡む会見があり、タレント数百人が性的搾取と虐待に巻き込まれるという深く憂慮すべき疑惑が明らかになった、などと、 ジャニーズ事務所にとっては非常に厳しい内容が語られました。そんな中、今後、ジャニーズから新たな国民的グループが生まれるのは考えづらい状況です。スノーマンも、ずっとジャニーズのグループでいるかわからない、とも言われていますよね。嵐が動かず、金プリは二人になり、スノーマンもどうなるかわからない、そんな中、頼れるのはスマップしかいない、とテレビ界はなっている状況ですよね。 すでに解散しており、本人たちが望むものかはわかりませんが、真の国民的グループはスマップだけ、今、それが改めて証明される感じとなってきていますね。全道ドラマにバラエティに引っ張りだこの元スマップの面々、2024年以降も、その回進撃は続きそう。そして、視聴者、制作サイドが次の求めるのは、5人の再集結となるのだろう。 例年の傾向から考えると、テレビ放送は1月から2月頃だと思われる。